マジェランアイナメは、スズキモクのトテニアカノディサースティカス属に分類される、甲骨魚の一種。南極周辺の深海に生息する、肉食性の大型深海魚。近年では重要な食用魚ともなっている。標準和名の第一要素、マジェランは、南極海域に属するマゼラン海峡に由来しつつ、よって、日本での監修読みである、マゼランの名で呼ばれることも多い。 第二要素、アイナメは、カサゴメの魚、アイナメのことである。ただし、姿は似ていても分類は全く異なる。また本種は、同様の利用のされ方をする、ムツ、ギンダラ、メルルーサなどとも混同されることがある。日本国内では、流通名として、メロンが用いられている。主要な魚獲国であるアルゼンチンなど、リオプラテンセスペイン合計では、メルルーサネグラや、 バカラオでプロフンディダ島と呼ばれる。アメリカやカナダでの流通名はチリアンシーバスが用いられている。制魚は全長1メートルを超える大型魚であり、最大の記録は全長約238センチメートル、体重約130キログラムという。寿命は十数年から50年程度と考えられている。南極周辺の水深50の3、850メートルの 深海に生息し、小魚や糖足類などを捕食する。1980年代から銀柄の大養魚として日本に輸入されている。主な消費国は日本とアメリカ合衆国で、漁獲口の90%程度はこの2国で消費されていると思われる。漁獲国はチリ、アルゼンチン、オーストラリア、フランス、イギリスなどである。死亡が多い白身魚で、 日本では照り焼き、焼き魚、煮付けなどにして食される。また、ソースやハーブを用いた洋風料理にも利用されている。日本ではメロという流通名で食用白身魚として広く利用されている。2003年以前には銀、ムツという名前で流通することが多かった。しかし、ムツや赤ムツなどとは分類が異なる魚で、 消費者に混乱をもたらしているとの判断から、2003年に j a s ーが改定され、銀、ムツという名前での販売が禁止されたなどの表記はか。しかし、現在でもマジェランアイナメをムツと称して出す料理店などは多いと言われる。また、1990年頃には、みりん漬けなどに加工した切り身をクエと詐称し、市場や量販店に卸していた水産加工業者もあった。 メロという名称で流通している魚の多くは、マジェランアイナメであるが、一部マジェランアイナメの禁煙種で、ある雷魚魂も含まれている。メロという言葉はスペイン語で、ハタ類の総称を指す。昔、チリ沿岸の漁業において、唐外種はハタ類の一種としてみなされていたようで、チリの北部では、唐外種のことをメロと呼んでいた。20から25年ほど前に唐外種が日本に流通した際に、 日本では、その故障をメロとしたようだ。一方、アメリカでは、シーバスという故障が採用されたようで、現在でもチリアンシーバスと呼ばれている。ありがとうございます。